ます。幸太郎です。おー、トンビ。トンビというか、トンビか。今日はですね、先月ぐらいに佐世保の長崎の方にですね、若竹丸っていう、美味しいお寿司屋さんを発見して、まあ行ってきたんですけど、もう一個なんか、スーパーなんとかっていうですね、回転寿司の美味しいお店があるらしいので、海さんが発見してくれたのでそちらへ今日は行こうかと思います。カメラをアップにしたのでトンビが飛んできたら撮ろうかなと思ったんですけどどっか行っちゃいました。いない。今日は久しぶりに、ドライブしながら YouTube ライブしていこうかと思うんですけど、まあ、ちょっと先にセッティングして動こうかなと思います。いつもなんかセッティングはちょっと動いた後にしてたんですけど、前もですね、だいぶ忘れ物してそれを取りに行ったりとかで時間ロスしてるので、まあ最初にやるのがいいかなっていう感じです。はい。押せてますか。ついてます。はい。YouTube ライブで無事着きました。スーパー回転寿司ミラクラオバ行ってきます。行ってきます。ああ、本当だね。これは鉄火巻きいただきます。味美味しそうです。2つあるとまたなお見た目よし。はい、お願いします。縁側に縁側が金色の皿に乗ってます。で、サーモンまた美味しそう。いただきます。いい赤貝もまた美味しそうです。なんかこの包丁の切れ目がヒュヒュッと入っててすごい丁寧なお仕事だと思われます。いや美味しそう。もうイサキ糸よりこちらはハマチがカキフライです。ごちそうさまでした。美味しかったです。アジ最高。お安いのにアジ最高でした。美味しかったです。なんか食べたら1個アイスサービス、うん、すごいね。いただきます、ね、あずきバーム選びました。暑いんでこれ食べて、はい、涼んで帰ろうかと思います。はい、美味しかったね。うん、美味しかったです。何が美味しかった？でも味が美味しかった。味美味しかったね。2回頼んじゃった、うん、ね、安いし、なんかすごいなんか綺麗に切ってあってね、うん、新鮮だし、あとあの貝が美味しかった。貝？貝、貝、ああ赤貝食べたね、うん、美味しかった。なんか知ってる赤貝と違ったし、うん、縁側もなんか全然知ってる縁側じゃなかった。確かに。大変美味しいございました。ありがとうございました。はい、はい、というわけで帰ってきました。もう何ですかね、空がピンク色にマジかわーっていう感じです。というわけで今日の Vlog はこれで終了でございます。ありがとうございました。こんばんは、幸太郎です。スーパーワタレックプログラムの、第8回ですね。今回はまあ実際スーパーワタレックプログラム、この Vlog ですね、どういう風に作っているかの、ほぼほぼ全工程を、乗っけようかと思います。実際は、今撮影しているこの OBS のデータを、追加していくので、まあ、また、このデータを、入れた状態で同じことをするんですけど、まあ、そこは抜きにしてってことでやってみようかなと思います。まず僕の場合は一個、決まったところ、C ドライブビデオズの中に、データをとりあえず放り込みます。今回撮影したのは、DJI のオズマアクション4のデータと、スマホで撮影したもの。そして、まあ、イントロとアウトロですね。で、さっき言ったように、この撮影している OBS は、本当は後で追加して、Vlog にするって感じなんですけど、そこはちょっと端折ってですけど、まあ、とりあえず撮影したデータをここにドンと入れます。はい。で、ここに PS1 アンダーバー BAT っていうの、まあ、これ僕が用意している、ものですけど、まあ、フォルダーにデータ入れます。PS1 BAT ってやります。で、ここですね。001BAT バッチファイル。これ、
ダブルクリックというか、まあダブルクリックかしますっていうと、どんどこプログラムが走ってくれます。あ、今回は初めて、スマホで撮影した動画も使ったっていう感じですね。だからなんか、うん、本当はその画像の左下にカメラの名前が入ってると思うんですけど、これ、撮影したカメラのこうエグジフ情報とかから本当は持ってくれるとかっこいいんですけど、ちょっと僕それできなかったので、とりあえずファイル名で判断して、このファイル名から始まっているものはオズバクション4、こういう風なタイトル、ファイル名で始まっているものはスマホみたいな感じで、振り分けて、テキストを入れるようにしてます。だから今回はまあそれにしました。でまあそれに伴ってというか、ちょっと最近困ってた、うまくいってなかったのが、フル HD で撮影した動画と 4K とか、あとは 2.7K、まあ画素、サイズの違う、画像にテキスト1個入れると、まあ、その、解像度によってですね、文字がそれぞれバランスが違ってきちゃうっていうのがあったんですけど、これまたチャット GPT さんすごいもんでですね、1個フル、フル HD の場合フォントサイズはこれにして、でそれ以外の解像度の場合はそれに伴った比率で書いてってことやったら、もうバッチリやってくれました。でこれ今スーパーワタレックプログラムがこれ走ってるんですけど、まああれですね、テキスト入力まずします。もう多分もう終わってるんですけど、その間、その次に、まあカメラ別って書いてありますけど、そうですね、イントロとアウトロ以外は頭の 0.5秒か、これをカットするっていうことやっていて、で次に解像度とフレームレートを統一して、音のノーマライズ、あとは、まあ、音の調整ですね、をするっていうことをやって、最後に、テキストファイルに、ファイル名を書き出すっていうところやってます。これ今本当、もう、用意はできてるので、さっきのですね、バッチファイル、って言い方するんだと思うんですけど、この1個とりあえず起動させただけです。まだなんかこう左の方動いてると思うんですけど、こうどん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 やってくれてますね。いやー、これでどうなるんでしょうか。まあどうなるんでしょうかって、一回さっきやってみて成功してるんで問題ないと思うんですけど、これのいいのがですね、結局もう一番最初にドリキンさんにこういうのシンプルにくっつけるだけとかすごい簡単ですよと教えていただいた、すごいシンプルなコードの中に音声のノーマライズの部分が入ってて、これが最後の最後まで聞いてきてますね。本当もうありがたやっていう感じです。あれがなかったら、どうなんでしょうね。こんなに便利っていうふうには進んでないかもしれません。あ、終わったかな？これで。はい。で、一回そのバッチファイル1個目を起動させると、最後にファイルリストっていうのができるので、これを見ていきます。で、ここで、この順番通りに動画を後で結合させたいんですけど、今回がですね、どうだったかな。これに入れてるので、まあちょっとファイルを見ててですね、DJI の234、ん？違うな、23、DJI の23、これですね、23は一番最初、で、次がこれですね、638が最後のファイル、あ、これだ。だから、次に、その後にイントロ持ってきたいなと思ってるので、イントロ。で、その後、
DJI の004だからこれか。これがイントロの後。004。なんか最初の頭3つで行ってきます。イントロがあります。DJI で今着きました。食べてきますっていうところですね。OK。で、これを並べたら、これをセーブして確定。そして、またバッチファイル2つ目。010バッチ。はい。終わり。これで、アウトプットっていうのが動画でございます。で、もうこれで終わり。だからこの後はこれ、YouTube にアップロードして終わりなんですけど、まあ、今から一回データこれ消して、この今見ていただいている OBS で撮影、録画したデータを入れ込もうかなっていう感じです。もう、僕がもうちょっと、一旦ここまでで、あと本当に手直し手直しで細かいところを調整するぐらいかなと思うんですけど、まあ、細かいこと言うと、ラットを当てたりとかですね、これが一回もまだ成功したことがないので、まあ、そういうところなんですけど、まあ、基本的にはシンプルに、僕の、こう、無理しない程度でできる内容としては、こんなところかなと思いました。2回が動画をこういい感じに鳴らすっていうのが1個で順番を決めるっていうのは自分でテキストファイルでやった後結合するはいという感じでできております。なので、今回のスーパーワテレックプログラムは、まあ、追加したところはスマホで撮影するってことを今回やってみたので、スマホの名前を左下に載っける。で、そのテキストのサイズは、その解像度によって、調整するようにしたっていう二つでございました。では、今日もご覧いただきありがとうございました。ではでは。